シコダ 27T は中国の鉄道車両メーカーである中国駐車チンをオ四記者車両がチェコのシコダトランスポーテーションとのライセンス契約のもとで製造する路面電車車両。連接式の超低床電車で水素燃料を用いた非電格間の走行も可能である。この項目ではチンをオ四記者車両が製造したその他の超低床路面電車車両についても解説する。 2013年、チェコの鉄道車両メーカーである、シュコダトランスポーテーションは、同社が、プラハ市電をはじめとした各都市の路面電車に向けて、展開する、超低小電車のシュコダ 15T の、ライセンスや従業員の技術支援等に関する10年間の契約を、中国の賃貸司法記者車両古墳有限工師との間に締結した。これを受け、タオ司法記者車両は、 翌2014年にシュコダ側から提供された部品を用いて 15T の同型車両を試作し、その後の試験結果をもとに2015年に発表したのが改良型となる 27T である。15T と同様に永久磁石同期電動機が搭載されている動力台車を用いた三車体連接車で回転軸を有する構造となっているため曲線走行時の騒音や台車、 レールの摩耗を抑えることができる。一方、車体構造をはじめ、15T とは以下の点が異なっている。27T2016 年3月5日に、開通したチンタオ市の路面電車である、青島有機電車には、試作車も含めた3車体連接車7両が導入されている。直流 750V で電化された一部区間を除いて、河川スとなっているため、車両には、 水素燃料を用いた充電ユニットが搭載されている。導入された車両のうち、最初の2両は、シュコダトランスポーテーションが製造した 15T の同型台車が用いられた一方、それ以降の5両の台車は、ジンタを司法記者車両によって製造されているほか、車体塗装は白を基調としたものと、オレンジ色を基調としたものの2種類が存在する。車両2017年3月、 チンタオ手法記者車両は、関東省仏山市の路面電車である仏山、有機電車の開通に向けて3車体連接車を製造することを発表した。そのうち、第一期路線となる、公明区の公明区現代有機電車には8両が導入されており、2019年12月から営業運転を開始している。水素エネルギーを用いた環境に優しい都市を目指す。 仏山市の方針に合わせて路線は全線非電化となっており、車両は水素燃料を用いた充電ユニットを用いて稼働する。青海省の海西モンゴル族チベット族自治州の州都であるデデディンハ市には2020年に全長 14.4km の路面電車が開通する予定だが、それに向けてジンタを司法記者車両が開発された車両が2018年に公開されている。 チンタオ市や、フツサン市に導入された車両と異なり、2車体連接車で乗降扉も1車体に、中央1カ所ずつ設置されており、定員数は168人である。海抜3000メートル近くの高地で使用されることを考慮し、電気回路に特別な設計が用いられているほか、車体の材料も低温や紫外線への耐性を向上させたものが使用されている。モンゴル語で、 黄金の世界を意味する死の地名にちなんだ総合デザインの一環として、塗装は黄色を基調としたものが用いられる。全区間とも河川レース区間として運用されるため、車両にはスーパーキャパシタやチタン酸、リチウム二次電池が搭載されている。ありがとうございます。